ナボニドスの円筒形碑文には、バビロニアの王ナボニドスの設計文字碑文が記されている。碑文は、円筒形の粘土に記載されている。これらは、しっる湿度のものや、ブル湿度のもの、合わせて4つの円筒形碑文がある。失敗ぱる湿度のナボニドスの円筒形碑文には、ナボニドスの長文が記されている。彼が、どのようにして3つの神殿、すなわち波乱の月神神の神殿、 シッパルの戦いの女神アヌニトの神殿、そしてシッパルのシャマシュの神殿を修復したかについてである。ウルシツドのナボニドゥスの遠筒形碑文は、エルガルガルガシサと呼ばれる、ジックラとの基礎的記述を含んでいる。それは、ウルの月神神の神殿に属する文書でもある。ナボニドゥスは、文書の中で、いかにして彼が心臓を修復したかについて描写する。 それはもしかしたら王の最後の碑文かもしれない。紀元前540年のものと推定される。記載されている文章は興味深い。なぜなら、決心神,神、丸ドゥク神、ナブー神が混じり合う、宗教混交が見られるからである。ウルシツドのナボニドスの遠筒系碑文はまた、聖書のダニエル書に登場するベルシャザルという息子に、言及することでも注目に値する。私ナボニドス、 バビロンの王について、その神聖に対する罪から我を救いたまいますように、私に長きにわたる人生を贈り物として授けたまいますように、そしてベルシャザル、私の一番上の息子については、あなたの偉大な神聖への畏敬の念を彼の心に注ぎたまいますように、そして彼が宗教的な過ちを犯しませんように、彼が豊かな人生で満たされますように、 1854年にジョン・ジョージ・テイラーがウルのジックラとの基礎部分で設計文字が刻まれた4つの円筒形秘文を発見した。これらはナボニドスによって設置されたものである。4つの秘文はどうやらどれも同じ秘文が記載されているようだった。ウル湿度のナボニドスの円筒形秘文、大英博物館1881年に古代アッシリア学者のホルムズ・ラッサムが バビロニアのしっぱるで重要な発見をした。彼はそこで太陽の神殿を発見したのだ。彼はそこでナボニドゥスの円筒形飛文も発見した。この円筒形飛文は王宮部分で発掘された。今はベルリンのペルガモン博物館にある。また、その複製がロンドンの大英博物館にある。文書はナボニドゥスが彼の知世代13年にアラビアから戻ってから書かれたものである。だが、 書かれた時期は、ペルシア王キュロス大王との戦争が勃発する前であろう。文書の中でキュロスは、神の道具として言及されている。おそらくは、ラルサのシャマ、ラルサのシャマシュ神殿修復を含むナボニドスの建設事業について記されている。大英博物館しっぱる出土のナボニデスの円筒形秘文はそれ以前の時代の典型的な文書の写しを含み、 かつ同じテーマを発展させている。より有名なものとしては、キュロスの円筒形比文が同様の文章を含む、非常に長くて形式的な話である、怒った神が神殿を見捨てること、神と人民との和解、王に対し神殿の修復を命じたこと、王は、信人部各日々の備え物を増やしたこと、などである。また、祈りの言葉も含まれている。 しっぱる湿度のナボニドゥス遠筒慶比分の翻訳は、ポールアレンボ暴流によって行われた。彼は、ナボニドゥス、バビロン王の地世紀元前556年から539年の著者である。愛1から7私、ナボニドゥスは偉大な王、強い王、宇宙の王、バビロンの王にして、天ねく四方を治める王。エサギラ神殿とエジダ神殿の管理者。 神と人丸は、母の体内にいる子に対し、王となる運命を彼の定めとした、ナブーバラッシー首の息子、賢明な王子、偉大な神の崇拝者である私、愛八通、二十五波乱にある神の神殿、エフルフル、そこは、いにしえの偉大な神神の時代に、そこを住居と定めた彼の偉大な心は、町と神殿に対して、怒りに燃え、彼はメディアを盛んにし、神殿を破壊し、 廃墟へと変えた。私の正当な知性において、神、偉大な王が、私の王権への愛ゆえに町及び神殿と和解し、憐れみを示してくださった。私の永遠の知性の始まりにおいて、私は夢を見た。偉大なる神、マルドゥクと、天国と地獄を司る、決心神,神が共に立っていた。マルドゥクは私に語った。ナボニドゥス、バビロンの王よ、お前の馬にレンガを積んで運べ。 エフルフル神殿を再建し、真、偉大なる神を起こせ。そして、神殿の中に、彼の居所を建てるのだ。うやうやしく私は、エンリルの神、マルドゥクへ話しかけた。あなたが私に再建を命じたその神殿は、メディア人が包囲しており、その力は強大です。だが、マルドゥクは私に語った。お前が言う、メディア人なる者は、彼も、その国も、 その王たちもやがて滅ぶであろう知性第三人の初め、神はアンシャンの王キュロスを起こした。彼は小さな軍隊で強大なメディアの大軍を蹴散らした。彼はメディアをアスティュアゲスを捕らえ、捕虜として自分の国へ連れて行った。偉大なる神、ルドゥクと天国と地獄を司る、決心心の言葉はこのようであり、彼らの命令は取り消されることはない。 私は彼らの威厳に満ちた命令を恐れた。私は不安になった。心配で、私の表情には、不安が浮かぶようになった。私は怠慢ではないし、投げやりでもないし、軽率でもなかった。決心心、私の主、私と共に歩んでくださる方のエフルフル神殿の、再建のためにその神殿は波乱にあり、エサルハドンの息子にして、アッシリアの王であるアッシュルバニパル、 私に連なる王子が再建した神殿である私は、上の海の近くにあるエジプトとの境にあるガザから、ユーフラテス川の別の側にある下の海に至るまでの地域から、私は大軍をかき集めた。王たち、王子たち、知事たちと私の大軍を、それらは、決心神,神、シャマシュ、イ石タル私のシュマイナスが私に託してくださった、ものである。シャマシュやアダドが占いにより教えてくれた日、 そして、エアとアセリューの知恵により教えてくれた日が最適で、縁起が良い日通りということで、私はその日を選んだ。土台と、レンガ工事を司るから神に従って行われた、悪魔払いの祈祷師の号をもって、アッシュルバニパル彼は、アッシュルナチルパルの息子、シャルマナサルの基礎を見つけたものでもあるマイナスが据えた、基礎の上に銀と金のビーズ、襟抜きの宝石、樹脂に富む木材、 よく香るハーブ、杉の木材を並べ、喜びと歓喜に湧く中、祈頭師はその上で祈頭した。私は基礎を清め、その上にレンガを置いた。私はモルタルにビール、ワイン、油、蜂蜜を混ぜ、穴掘りの斜面に、それを塗り、性別した。私の父祖である王たちがした以上に私は、その建物を強化し、完成させた。神殿の基礎から欄干に至るまで、 私は再建して完成させた。私は、レバノン産室の大杉により作られた梁を、神殿の上に設置した、清々しい香りを放つ、杉の扉を門に備え付けた。私は壁を金と銀で覆い、太陽のように輝かせた。私は礼拝堂の中に、同盟に私の敵を襲う、輝く銀の合金でできた野球を置いた。日の出の門には、銀箔で覆った二体の、 挑発の勇士像を据えつけた。彼らは敵を打ち破る者たちである。一体を門の左側へ、もう一体は門の右側へ置いた。私は私の主であるシンニンガルヌスクシダハアノイナを私の首都バビロンから列をなして導き入れた。歓喜のうちに私は彼らを快適な住居に、神殿の中央に安置させた。私は彼らの前に、 神を賛美するための聖なる犠牲を捧げ、エフルフル神殿に最上の製品を捧げた。私は波乱のすべてを月光のように輝く町にした。2、26から43へ死によ、天国と冥界の神々の王よ、あなたなくして、どの町もどの国も築かれることはなく、修復されることもありません。あなたが全能の象徴であるエフルフル神殿へ入るとき、 この町と神殿に対する良いお言葉があなたの唇にありますように天国と冥界に住む神々が絶えず父にして創造者である真の神殿を称賛しますように私ナボにドスバビロンの王神殿を完全に修復した者については天国と冥界の神々の王神よ喜びのうちに好意の眼差しを注いでくださいそして毎月月の昇るときと沈むとき 私に対する兆しを好ましいものにしてください。私の日々を、知性を長くしてください。私の知性を確かなものにしてください。私の敵を征服してください。私の敵を滅ぼしてください。私の敵を破壊してください。さいがある、偉大な神々の母よ、あなたの最愛の真の前に、私のために好意を持って語ってください。シャマシュ、イシュタル真の子供たちよ、好意を持って、 私を父にして創造主である真に推薦してください。盗くよ、恐れ多い神よ、私の祈りを聞き、私のために取りなしてください。2、43ビットから46アッシリアの王、アッシュルバニパルの何より書かれた碑文を、私は見つけた。私はその内容を変えなかった。私は、油でそれを清め、犠牲を捧げ、私の碑文と共に、元の場所に戻した。2、 四十七三七天国と冥界の審判者マッシュには、しっぱるにある彼の神殿、イババー神殿がある。かつての王、ネブカドネザルが再建した。彼は、かつての神殿の基礎を探したが見つけることができなかった。彼は神殿を再建した。四十五年後、その壁は崩れてきていた。私は悩み、恐れ、心配した。私の顔には、不安が浮かぶようになった。 私がシャマシュをその神殿の中から外に出し、彼を別の聖書に安置するために連れて行く一方で、私は残骸を撤去し、かつての神殿の基礎を探した。私は地面の元を18キュービットの深さまで掘り進めた。すると偉大なる種、シャマシュが私にイババー神殿の当初の基礎を発見させてくれた。それは、シャマシュが好んだ住みかである神殿である。発見された以降は、 サルゴンの息子、ナラム神によるものである。三千二百年にわたり、私の祖先のいずれの王も発見しなかったものである。銀と金、上等の宝石、樹脂に富む木材、よく香るハーブと杉の木材を並べた上で占い、それによりシャマシュとアダドが私にふさわしい日取りを示した。タシリ島の月の縁起の良い日に、喜びと歓喜に湧く中、サルゴンの息子、 並む真の意向の上で、私は指の葉がぴったりにレンガを並べた。五千もの杉の大きな木材をその屋根吹きのために用いた。その門に杉を用いた大きな扉、敷居と軸を備え付けた。イババば神殿とイークンハンクが神殿及びそのジックラと私は再建した。私は喜びのうちに列をなして、主シ,シャマシュを導き、彼を 彼のこの娘かに安置した。スリー、八から十サルゴンの息子、並む真の何より書かれた碑文を、私は見つけた。私はその内容を変えなかった。私は、油でそれを清め、犠牲を捧げ、私の碑文と共に、元の場所に戻した。スリー、十一から二十一、者マシュよ。天国と冥界の偉大な、主にして、神々の光から、あなたの父、真とガルの子よ。 あなたが愛するイババー神殿に入るとき、あなたが永遠の講座に座るとき、喜びのうちに私を見てください。このナボニドスをバビロンの王にしてあなたを世話する王子を、私はあなたを喜ばせ、あなたの威厳ある礼拝書を築きました。私の良い行いのゆえに毎日の日の出と日没時において、そして天上と地上において示される私への前兆を好ましいものにしてください。 私の単眼を受け入れ、私の祈りを受け取ってください。私の手にある尺と往生により、私は永遠に統治できますように。3、22から38戦いの女神アヌニク、弓と矢筒を持ち、彼女の父、エンリルの命令を遂行し、敵を殲滅させ、邪悪なものを滅ぼし、他の神々に先駆け、日の出と日没においては、私の強調を好ましいものに変える女神。 私は、彼女のために、彼女の緩るます神殿の古い遺構を発掘し、調査した。その神殿は800年も前から、クドゥルエンディルの息子、バビロンの王シャガラクティシュリア種の時代からそれは、シっパルアヌニトゥにあった。私は、クドゥルエンディルの子、シャガラクティシュリア種の遺構の基礎を清め、レンガ工事を行った。私は神殿を再建し、完成させた、戦いの女神アヌニトゥ。 彼女の父、エンリルの命令を遂行し、敵を殲滅させ、邪悪なものを滅ぼし、他の神々に先駆ける女神。私は彼女のために住居を建てた。定められた捧げ物の他に、私は従来のものに加えるよう定めたその他の捧げ物。3、38から42をアヌニト、偉大なる女神よ。あなたが喜びのうちに神殿に入るとき、 私の良い行いを好ましく思い、そして毎月、日の出と日没の時、私のために、真に嘆願してください。あなたの父、あなたを設けた神へ。3、43から51、真とシャマシュが大いにつけるであろうものよ。あなたが誰であれ、その知性において神殿が荒廃した時に再建するものよ。どうか私の何より非分を見つけ、それを変えないでほしい。 どうか彼がそれを油で清め、犠牲を捧げ、彼の名による非文と共に、元の場所へ戻しますように。シャマシュと、アヌニトが彼の嘆願を聞き、彼の発言を受け入れ、彼と共に歩み、彼の敵を殲滅させ、日々、父にして創造者である。神へ彼のために取り成してくださるように。以下は、ナボニドスの死として知られる文章である。これはもしかしたら、 キュロス大王の知性に書かれたものかもしれない。ウィリアム・オレブライトはこれをキュロスの小賛文と呼んだ。以下の翻訳のオリジナルはエーレオ・オッペンハイムによるものである。ジェームズ、ビープリチャードが1950年に出した旧約聖書関連の古代均等文書に掲載されたものから引用する。彼は法と命令を交付しなかった。彼は人々を貧困で生き退させ、貴族たちを戦争で殺し、 商人たちの道を塞いだ。農民のためには、反毒不能を不足させた。原文欠落がない。収穫者はもはやアラルーの歌を歌わない。彼はもはや、作付けできる領土を守らない。原文欠落彼は、人々の資産を取り上げ、彼らの所有物を無産させ、原文欠落彼は、完全に破壊し、彼らの遺体は、暗い場所に取り残されて腐っていく。人々の顔には、敵意が浮かび、 彼らは広い通りを更新することはなく、幸せを見ることはもはやない。原文欠落からは不愉快であり、彼らは決心を固めた。ナボニドスについて彼の守護神は彼に敵意を抱くようになった。彼はかつては神に気に入られていたが、今や不幸に見舞われている。神の意志に逆らい、彼は不浄なことをした。無価値なことを思いついたのである。彼は この国では誰も見たことのない神の偶像を作った。彼はそれを神殿に持ち込み、基礎に据え付けた。彼はそれを月の名で呼んだ。それは、ラピスラズリのネックレスで飾り付けられ、宝石を散りばめた冠を乗せ、その姿はさながら月食時の月のようであり、その手の姿は、ルゲル、半読不の神の手のようであった。その頭の神は台座まで届き、その像の前には、 嵐の竜とや牛が置かれた。ナボニドスがそれを拝むとき、その姿はティアラをかぶった悪魔のようになり、彼の顔は敵意に満ちたものになった原文欠落。彼の姿はエアムンムですら作ることができず、博学なアダパですら彼の名を知らない。ナボニドスは言った。私は彼のために神殿を作ろう。私は彼の聖なる台座を作り、彼のためのレンガを作り、 その基礎を強固なものにし、いいくら神殿と、そっくりな神殿を作ろう。やがて来るすべての日々のために、私はそれを、えふるふるの名で予防。私が計画したすべてのことを遂行した暁には、私は彼の手を引き、彼をその台座に座らせよう。私がこれを達成するまで、私が熱望するものを手にするまでは、すべての祭りを取りやめる。新年祭りですら中止するのだ。 そしてナボニルスは、レンガを作り、神殿の輪郭を設計し、基礎を広げ、その神殿の頂を高くした。石膏と歴史性でできた装飾で壁を飾り、神殿の正面を輝かしいものにした。また、エスギーラ神殿のように、神殿を守護するために獰猛な野牛を正面に置いた。彼は、彼が熱望したものを手にすると、汚らわしく、欺瞞に満ち、忌み嫌われる。 この建物を建てた後、地政第三年目が始まる頃に、彼は自分の指揮下にある軍を自分の長男、最初に生まれた子に任せた。彼は全てを投げ出し、王権を息子に任せると、彼自身は長い旅に出た。アッカドの軍は彼と共に行動し、彼は遥か西のタイマーへ向かった。彼は遠い地方へと続く道をたどり、遠征を始めた。彼がそこへたどり着いた時、 彼は大麻の王子を戦いによって殺し、町で暮らす住民及びその周辺地域の住民を虐殺した。そして彼自身は大麻に住み、アッカド軍もそこに駐在した。彼は町を美しくし、そこにバビロンのような宮殿を建てた。彼はまた町の防衛のために壁を築き、町を主営で囲んだ。住民たちは困惑するようになった。彼はレンガ仕事を住民に課した。 困難な仕事を通して、彼らは原文欠落彼は住民たちを殺した。その中には女性と子供たちも含まれる。彼が町の繁栄を終わらせた。彼が原文欠落の中に見つけた大麦、原文欠落。彼の疲れた軍隊は原文欠落キュロスのハザヌの役人は文章の約3分の1が失われている。欠落部分では筆や 王は狂っているなどのような単語が識別できる。続きの文章の中では、ペルシアの役人がナボニドゥスの無能ぶりへ侮辱的な批判をしていることや、戦争が起こり、ナボニドゥスが幻覚を見るようになり、実際には勝利していないにもかかわらず、キュロスへの勝利を豪語したこと、そして結局、敗れたことなどが記されていると思われる。そして文章は、 真心深いキュロスと冒頭的な嘘つきナボニドゥスの比較へと続いていく。王の王への称賛、キュロスが征服していない国々の名前を彼はこの石碑に書いた。一方でキュロスは世界の王であり、その勝利は真実ですべての国々の王がその首引きを追う。ナボニドゥスは彼の石板にこう書いた。私は彼を足元にひざまずかせた。私は単独で彼の国々を征服し、 彼の所有物を私の住居へと運んだ。かつて集まりの中で立ち上がり、自らを称賛したのは彼である。彼は、こう言った。私は賢い。私は隠されたものを見ることができる。筆で、どのように書くかは知らなくとも、私は秘密の事柄を見ることができる。神いる鳥は私に視野をくださり、私にすべてを見せてくれる。私には、 アダパが授けた洞察を超越する知恵がある。彼は儀式を混乱させ続け、犠牲の信託を混乱させた。最も重要な儀式のしきたりについて、彼は中止を命じた。エサギラ神殿の聖なる彫像エアムーンマジシンが作った彫像である彼はその彫像を見ると、冒頭的な言葉を投げつけた。彼がエサギラ神殿のあさるシンボルを見たとき、彼は仕草をした。彼は、 宗教学者を集め、彼らに以下のように解説した。これは、誰のために神殿が建設されたかを示す所有権の印ではないかもしこれが、真にカミベルに属するのなら、月によって印が付けられているはずだ。それゆえに、月彼らは誓いを示すために、彼らの頭を沿ってさえいた。我々だけがこの状況を理解している。王が説明したのだ。 二三付月、十一日目、神がその座席に着くまで、原文欠落、原文欠落バビロンの住民のためにキュロスは、平和を宣言した。彼は軍を神の山から遠ざけた。キュロスは、斧で巨牛をほふった。彼は、多くの羊をほふった。そして彼は、航路に香を焚いた。彼は、王の王への定められた備え物を増すように命じた。彼は常に地に伏して、神に祈った。 まさしく振る舞うことは彼にとって大切なことである。バビロンの街を修復するために彼はあることを思いついた。彼自らクワと好き、水を気を取り、バビロンの城壁を築き始めたのである。ネブカドネザルの当初の計画は住民の抵抗により葬り去られた。キュロスが城壁、イムガーエンディルウォールを築いたのである。バビロンの心臓たちは、オガミであると女神デるとを問わず、 キュロスはそれらを元の内人に戻した。礼拝所を放棄した神々を、キュロスはその住居に戻した。神々の奮闘をなだめ、神々の心を落ち着け、低められていたその力は、キュロスが取り戻した。彼は、神々の食事を規則正しく捧げたからである。ナボニドスの行いは、キュロスが削除した、ナボニドスが建設したもの。 ナボニドゥスの定めによるすべての聖域はキュロスが根こそぎ破壊、撤去した。燃えた建物の灰は風が運び去った。ナボニドゥスの絵はキュロスが削除した。あらゆる聖書から、かナボニドゥスが作ったものは何であれ、キュロスは火にくべてしまった。バビロンの住民には今や喜びが与えられた。牢獄の扉が開け放たれた時、彼らはまるで囚人のようだった。圧政に囲まれていた者たちに、 自由が再建された。すべてのものは彼を王として仰ぎ見ることを喜んだ。ありがとうございます。